はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、D 払い、街のお店で10%還元。3月12日、お財布の日は50%還元。キャンペーン解説と D カードプリペイドは対象外と。 ということで、今回はですね、すでにツイッターでもつぶやきましたが、D 払いのキャンペーンを大きく2つ、そして D カードプリペイドの注意点など含めてお伝えしていこうと思います。いやー、今月の D 払いはちょっと静かになるかなと思っていたんですが、結構ですね、熱いキャンペーン発表されたので、まあ注意点など含めてですね、解説します。それでは行ってみましょう それではまず一つ目からですね、こちらから読み上げると、街のお店プラス10%還元キャンペーン、D ポイントプラス10%還元ですね。いや、これまた来ましたね。なので今回は対象のお店で D 払いを行ったら、10%分還元がされるということになります。 で、まずこちらのキャンペーンの期間なんですけども、2020年の3月の17日から3月の26日までの約1週間ほどのキャンペーンとなっております。そして、D 払い恒例のエントリーが必須となりますので、これは先にですね、やっておきましょう。で、今回の上限なんですけども、今出ているこちらの画像の通りですね、ピンクのところで囲っているように、1回あたりの上限が500ポイントとなります。なので、一度に5000円分のお買い物をしたらその日の上限に到達します。 そして、期間中の上限は1000ポイントまでなので、まあ、トータルで1万円分のお買い物をしたら上限に到達しますね。まあ、わかりやすく言うと、5000円分のお買い物を、まあ、2回に分けたらですね、これで OK ですね。そして、気になるこの10%還元キャンペーンの対象店舗ですね。 パパッと読み上げていこうと思うんですけども、まずスーパーだと、オークワというところと、あとサミットですね。で、ドラッグスターだと、ウェルシア薬局、あと、サツドラ、トモズ、松本清薬王堂、V ドラッグ、セイムス、杉薬局、ここからファイン。で、ショッピング全般ですと、高島屋、エディオン、上新、ビッグカメラ、ケーズ電機、東急ハンズ、スポーツデポ、オートバックス、山屋野島トイザラス、ゲオという感じですかね。 あと、グルメ、エンターテイメントのジャンルですと、ビッグエコー。これカラオケですね。ビッグエコー。あと、松屋、牛角、えー、ガスト、吉野屋。で、最後にコンビニのジャンルなんですけども、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、バナナチップ、セイコーマートとなっております。いやー、10%関係でも、これだけの対象店舗が多いっていうのは嬉しいですね。そして、残りの細かいところなんですが、ざっとこんな感じとなっております。まあ、パパッと読んでいきますと、一部対象外の加盟店があるということ。これはですね、ちょっと公式ページチェックしてみてください。で で、申請時期に関しましては2020年の4月の23日以降に順次申請がされるということですね。で、今回もらえる D ポイントに関しましては期間用途限定の D ポイントとなっております。なのでまあお試し引き換え券とか D ショッピングとかで使うのがいいんじゃないかなと思います。そして D 払いの ID 決済は対象外となります。 そして、ここ重要です。なんとですね。まあ、ちょっと冒頭にもお伝えしたんですが、今回のこの D 払いのキャンペーンなんですが、なんとですね、僕が動画でもちょくちょく押していた D カードプリペイドがなんと対象外となります。もうこれはですね、公式ページに出ておりました。なのでですね、あのこれでまあ参加するためには、通常の D カード、クレジットカードの D カード、お持ちの方はそれでも大丈夫ですし、あとはドコモユーザーの方であれば、電話料金合算払いでも大丈夫です。ちなみに、 アウザ払いはキャンペーンの対象にもなってるので僕は D カード持ってないということを含めてセブン銀行 ATM から D 払いにチャージして今回のキャンペーン参加しようかなと思っております以上が町のお店で10%還元のキャンペーンについてでしたそれでは2つ目行ってみましょう じゃんということで、1日限定プラス50%還元、3月12日、オレットの日限定キャンペーンということですね。いや、またちょっと派手なキャンペーンが発表されました。で、このキャンペーンですね、今お伝えしたように、3月12日木曜日の1日限りの限定のキャンペーンとなっています。まあ、ちょっと平日っていうのがあれなんですけども、まあ、時間帯問わず、これ1日中使えるので、まあ、1日中っていうのは言い方変なんですけども、1日ずっと対象なので、 まあ昼間とととか夜でも、OK、ということになりますねそしてこちらのキャンペーンもエントリー必須となってますので忘れないようにもう先にしておきましょうこのキャンペーンの還元上限は1000ポイントまでとなっておりますのでまあ2000分お買い物したら半分返ってきますよということになります で、このキャンペーンの流れは専用ページにて分かりやすく公式ページに出ていました。で、先ほどお伝えしたように、まずはエントリーをすると。そして、あとは3月12日に D 払いで決済して、あとは50%分の D ポイントがもらえるということですね。もう、ポイントたちも、ポイントで溢れてもうめっちゃ喜んでますね。そして、このキャンペーンの対象のお店なんですけども、なんとですね、全国の D 払いが使えるすべての街のお店が対象となっております。これやばいですよね。なので、まあ、普段使っているお店で、 になるのでこれ結構嬉しいですよね、まあ、ちなみに今回は街で使えるお店だけとなりますので、まあ、これオンライン上では使えないのでこれお気を付けくださいで一応ちょっとカッコ書きにもあるんですが一部対象外のお店もありますで残りの細かい情報ですねこれ先ほどお伝えした10%還元とほとんど同じです、まあ、違うのは新定時期ぐらいですかね新定時期これ出てるように2020年の4月下旬となっているということとそして一番下の D カードプリペイドこちらも、えー のの対象外となりますのでこれはご注意くださいでですね、今回の D バレー10%還元のキャンペーン、そして1日限定の3月12日のキャンペーンで、まあお得に使う方法として大きく3つ紹介したいと思います。まず1つ目なんですけども、これちょくちょく動画でもお伝えしていました、松本清で D ポイント20倍のキャンペーンですね。こちら松清と D ポイントのキャンペーンは上限が1000ポイントまでなので、5000分のお買い物をしたら上限に到達します。なのでまだ上限に到達してない方が いいららっしゃいましゃまたらこのキャンペーンと組み合わせて使うのもいいんじゃないかなと思います。まあ、あとですね、マツキヨの公式アプリにも、まあ、お得なルーレットクーポンとかもあるので、まあ、ぜひです、ね、そちらと合わせて使ってみてください。次、2つ目はこちらなんですけども、本日発表されたんですが、なんとですね、スカイラークグループで使えるキャンペーンなんですが、モバイル T カードで100ポイントが5回まで必ずもらえるキャンペーンというのがスタートしました。まあ、なので、今回の10% 還元キキャャンンンンペペーーででももガストが含まままれててていいいいいすすのでこのことと組み合わせて使ってもいいんじゃないかなか思いますそして3つ目ですねこちらも同じく t ポイントのキャンペーンなんですけどもなんとですねまあちょっと去年も開催されてましたあのモバイル T カードと吉野家のキャンペーンですねなんとですね吉野家で10回まで80ポイントがもらえるキャンペーンがスタートしました ま、t カードは t カードでもお伝えしたようにモバイル t カードが対象で、しかもこのキャンペーンですね、結構長くて、3月の9日から4月の12日まであるので、d 払いのキャンペーンとの組み合わせはかなりいいんじゃないかなと思います。ま、300円以上、ま、税抜きという条件あるんですが、ま、大体これ吉野家の牛丼いっぱいぐらいかなと思います。ま、吉野家に行く際はですね、必ずモバイル t カードの提示忘れないようにしましょう。ちなみにもうガストとか吉野家に関しましては、 まあちょっとここに出してないんですけども、スマートニュースのクーポンが配信されていることもあるので、もしくは吉野家のアプリであったりとか、最近ちょっと視聴者さんに教えていただきました、スカイラークグループのアプリとか、そういったのもあるので、d 払いプラス t ポイント、そしてクーポンという感じに最大限までですね、お得にして楽しんでみてみましょう。 まあ、そんなこんなで今回は D 払い2つのキャンペーンについてお伝えさせていただきました。いやー、今朝ですね、もう僕のツイッター見てくださった方ならご存知の方多いと思うんですが、先ほどお伝えした1日限定の還元のまあ、50%還元キャンペーンですが、ちょっとした条件付きだったんですよね。まあちょっともうこれ自体はですね、もう済んだことなので、あえて動画ではお伝えしません。まあ、気になる方はですね、僕のツイッターチェックしてほしいんですが、ちょっとですね、まあいろいろあってびっくりしました。まあけどですね、 そこはもうドコモさんが迅速な対応してくれたので、まあ、結構安心したので、まあ、全然あのもう <laughs> これで問題なくですねキャンペーンに僕も参加ができるようになりましたまあ一応ですね今お伝えした2つのキャンペーンについては下の概要欄にリンク貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあちょっとですね、話題は D 払いではないんですが、今日の AUP20% 還元キャンペーンについてですね、今日ですね、僕はあのスシローで20%還元キャンペーン使ってきたんですけども、スシロー結構久しぶりに行ってきたんですが、まあご覧のようにですね、普段ちょっと奥の方に映ってるように、あまりこう頼まない。 さす、お皿とかがちょっと頼めたりしたので、まあやっぱりね20、20%還元ならではのちょっとお得な感じで今日はお寿司を食べさせていただきました。でですね、ちょっとこちらの画像を見ていただきたいんですけども、スシローがですね、なんとセルフレジになってたんですよね。まあ僕が以前行った時のスシローに関しては普通の友人レジだけだったんですけども、今回こちらのスシローを見たらですね、今ご覧のとおり、スマホ決済以外でももちろん現金とか使えたりとか、なんかいろんな決済方法に対応しておりました。なので、 びっくりするぐらいですよ、ね。お会計が早かったので、あ、まあ、無人レジもまあ悪くないなと思いました。まあ、一瞬僕もスマホ決済使い慣れてるんですけども、一瞬使い方がどんな感じなのかなと思ったんですが、意外とすんなり使えたので、まあ、ぜひですね、こんな飲食店でもこういう無人レジっていうよりか、スレフレジがどんどん増えていくと便利だなと、まあ、ちょっとですね、使い慣れてない方からしたら不便かもしれないんですが、僕はもっと増えたらいいなというふうに思いました。そして、今日ですね、ツイッターにもつぶやいたんですけども、本日あの、 ペイの20%還元キャンペーンのお知らせが17時に届かなかったのでまた明日火曜日もですねあの20%還元が参加できるのでまあ今日英雄ペイ20%還元キャンペーン参加できなかったという方はですね、えー、明日の火曜日も参加できますので是非ですねこれも楽しんでみてはいいんじゃないかなと思いますということでありがとうございました